ただの、まあ、革製品みたいなもんですよね。いいじゃないですか、そういうのも。危険は承知。どうもね、貧乏はハングリーという、そういうあの、わけのわからんことを考えてんのはいかんよ、あれは。うん。自分にハングリーにならなあかんの。負けたらどれだけ恥ずかしいもんかいの自分でわからない、無理でしょ。それのわからんやつにハングリーもクソもないんちゃうかな。日本のボクシングは活況を呈している。一番目立っているのはこの男だ。これはファンの方からいただいた車です。ボクシングしてるからこういう車が乗れるんですよ。勝てば儲かる。ロシアから必殺のパンチを引っ提げてやってきたユーリー・アルバチョコフはすでに数千万円のファイトマネーを稼いだ。皆さん、今度は試合頑張ります。応援してください。ありがとうございます。そしてロシア人ボクサーに続けとばかり、今世界各国から出稼ぎボクサーたちが押し寄せている。しかし無名の出稼ぎボクサーたちが高額なファイトマネーを手に入れるまでの生活は辛く厳しい。このジムは数年前からフィリピン人ボクサーの軍団を抱える。日本人が勝たなくちゃならないことがもうみんな考えてることだからね、はい、それをフィリピンを勝たせるって言うんだからね、ほら。妻と子から遠く離れた異国での生活、寂しさに耐え歯を食いしばって戦ってもリッチな日本人に叩きのめされることもある。出稼ぎボクサーと日本人の食うか食われるかのゴングが今鳴る。こんばんは、島田紳助です。豊かな日本でですね、一旗あげようと外国人の方々がたくさん日本にやってきます。まあ、スポーツの世界もサッカーを見てもそうですよね。今は J リーグに行きたいという世界の名選手がたくさんいますが、今日はですね、ボクサーとして、日本人ボクサーとしてデビューしてですね、一旗あげようという、人たちにですね、頑張りと迫ってみたいと思います。今日のゲストをご紹介しましょう。円高を喜ぶ外人タレント、ケント・デリカットさんです。どうもよろしくお願いします。はい、そして大桃美代子さんです。よろしくお願いします。あの、日本に来て一旗あげようという方多いですよ。はい、そうですね、最近多くなりましたね。サッカーなんかは今やっぱり日本に来たいというね。あ、そうですか。やっぱりたくさんお金がもらえると。そんな方がたくさんいますけども、タレントもそうですよ。タレントもそうでしょうか。日本のことばかりしてますよ。でも日本語はできないといけないじゃないですか。いや、日本語はできるというだけで、あの、日本で大金を稼いで、全てそれをあのユタに流してるやつもいますから、ね。どこに、すいません、はい、すいません、ちょっとタイム、はい、ちょっとタイムリー。何ですか。その日本バカにしてることは何ですか。バカにしてないよ。いやいや、あのね、ケント・ギーバードとかね、他の人たちはね、あの、何ですか、こう日本人をこうやって見てますよ。ね、こうやって見てね。そう。日本はだから、日本は、日本の政治はって言って、こうやってものを見てるからね、あんまり稼げないんですよ。アメリカ人のプライドを捨てて、下から、日本人を下から見るというね、日本人に媚びを売って、この外人はいいやつだと、一見思ったんですよ。あ、思いました、私も。思ったでしょ、はい、そしてたくさんのお金を稼いでね、アメリカに全部持って帰ったの。悪いですか。ちょっと待って、また落ち着けるんですか。いや、違うと。いろんなスポーツとかで来ますけどね、そんなになかなか稼げないですよ。そして1年でやっぱり野球選手は1年、もう3年入れる選手って珍しいでしょ。帰っちゃいますよね。すぐクビになっちゃうじゃないですか、外人枠のあって。ところが芸能界には外人枠がないから。ないですね。いつまでもいて。今や月に1週間だけ来て稼いで帰るんですよ。え、1週間に来て、ほんでペアー稼いで、円105円、うん、やったー言いながら帰るんですよ。まあ円高は泣いてはいないけど。やっぱりお金ですか。え、お金、世の中は金でした。何が。今ね、ユタ州にすっごい、今ユタ州をね、3分の1買い取ったんですよ。俺また分譲してそれを日本人に売ってるんですよ。駅から車でゴンと嘘の広告を出して、あの、みんな信用したらダメなんですよ。いやー、平気でこういう嘘を言えるな。さあ、今からですね、ケントとじゃない、もう素晴らしい出稼ぎでですね、もう人生をかけたあの人たちのね、はい、あの、涙と笑いのビデオを見てもらいたいと思います。
皆さんあなた心洗われるよ。この次の我々コメント次君ごめんなさいって謝ると思うよ。そうですか、ね、うん、はい、じゃあ見せてください。では早速日本に来た出稼ぎボクサーの涙と笑いの生活を見てもらいたいと思います。茨城県日立市に住む佐藤克美さんは2つの顔を持つ。一つはタクシーの運転手、そしてもう一つはボクシングジムの会長。今日は会長の顔である。会長が抱えるフィリピン人のボクサー軍団に新しい選手が加わるのだ。初対面だが一目でボクサーと見抜く、さすがだ。フレモを押し詰まった12月30日午後9時30分、ドゥビリアル・ジュニアは初めて日本の土を踏んだ。来日するボクサーは自分のタクシーで出迎える。これが会長のいつものやり方だ。果たしてドゥビリアルはどこまで頑張ってくれるのだろうか。もういいボクサーだったら私も買うって言っちゃこれおかしいけどもね、トレードマネーはやっぱし日本の金でまあ15万前後でしょうね。フィリピン成田間は約5時間、成田から日立まではさらに2時間。初来日の緊張でルビリアルは眠りこける。試合の日まで彼は6人の仲間とこのジムで暮らすことになる。遠い国から来たボクサーの生活は1年の最後の日に始まった。ここで寝る、いや、ここで寝るね。ここで今毛布と布団持ってくるからね。ここで寝るから。くんな、トゥモローモーニング、セブンオクロック。チェッキング。少し。初来日の余韻は全くなかった。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。世界でもっといろんな人たちと、もっともっと楽しい明日を。ビサイドユー、あなたの暮らしのすぐそばです。私たちは東レグループです。夢かフィルムを食べる、夢かフィルムを食べる。ハーブの力で瞬間お口爽やか、夢かのハーブリーフ新発売。夢かフィルムを食べる、夢かフィルムを食べる。ハーブの力で瞬間お口爽やか、夢かのハーブリーフ新発売。ボクサーの朝は早い。真冬でも6時には起きる。常夏の国からやってきたルビリアルが休む間もなく練習を開始した。ワールド日立ジムに今までに十数人のフィリピン人ボクサーがやってきた。年齢も出身地も様々だが、日本に戦いの場を求めた理由はただ一つ、貧困から抜け出すためである。ボクサーたちは例外なくフィリピンの貧しい町で生まれ育った。ここから出るためには戦い続けなければならない。たとえそれがどんなに危険な相手であったとしてもである。
ボクシングには金も学歴も不要だ。妻のため、子供のため、親のため、彼らは戦う。誰もがハングリーであり、戦いの場は選ばない。金になればどこででも戦う。今日とはいえ、経済大国日本には金が転がっている。誰もが行きたいと思っている。何やったのな、もうスローターンな通夜が。寒いから暑い国からやってきた男たちには寒さが一番こたえる。朝のメニューは目玉焼きのみである。米はジムから支給されるが、おかず以下生活費は選手持ち。食事はおのずと米が中心になってくる。もう米食べ放題で置いてありますけどね。あと本人たちがあとこのおかずを買ってね、好きな。ジャパンライスどう？ベリーグッド。おいしい。おいしい。デリシャス。寒い寒い。ない。ノーマニ？ノーマニ。牛詰めの生活だが、誰も文句は言わない。観光でやってきたのではないのだ。選手に試合をさせた場合、会長が興行主からもらうのは1試合40万円前後。しかしこの中から飛行機代や送迎費用、本人へのファイトマネーなどを引いていくと、会長の手元に残るのは2、3万円ほど。あまり儲からない商売である。せめて2試合やればね、2試合分があのこの飛行機賃だとかいろんな経費が浮くんですよね。なんだか利益がない、あんまりね、利益上がらないで なんとか上げようっていうお願いして、2試合3試合をお願いするのにはやっぱし安く叩かれちゃうからね。1試合でも多く戦い稼ぎたいのはボクサーたちも同じ。彼らは6ヶ月の興行ビザで来日するが、試合の予定がなくてもチャンスを待ってギリギリまで帰国しない。練習を始めます。はい、どうぞ。彼らの寝床の下、2階建てのプレハブの1階がトレーニングジムである。選手たちのビザは6ヶ月だが、会長に気に入られれば専属のボクサーになり長期滞在もできる。今のところ専属は2人、順丹佐藤と順ピート日立である。専属になれば日本で何試合でも戦うことができるし、ファイトマネーも大幅にアップする。ジャパンでいくらもらってんの？パパ12万でしょ。あなた12万。え、あなた12万。何よ、6倍よ、6倍。たくさん取ってた、パパがもういっぱい金取ってるんじゃないからね。これだけ取ってもみんなもうやって、パパも貧乏してお金タクシーやってね、仕事して一生懸命やってる。パパ毎日、寝てないよ。You good to fight すればね、まあパパまた、coming。ロースダメよ。ロース You go home なるよ。ね。フィリピン人ボクサールビリアルはこの相手と対戦するために来日した。ロッキー・リン、台湾からの出稼ぎボクサーである。何か超えないとき。こうでもじゃあかなり。ロッキー・リンは6年前に来日、台湾初のプロボクサーとして話題を呼び、一昨年負け知らずの14連勝で世界選手権に臨んだ。しかし2回で KO 負け。昇進のリンは
台湾に帰ることも考えたが、もう一度世界への夢が見たかった。留学生の資格を取り、腰を据えてボクシングと取り組む。経済大国日本には今世界有数の試合チャンスがある。一応冬休み入ってるからね、なんか寂しいなと思うけど、負担は飛ばしちゃうけど、誰もいないよ。友達はもう今もう車乗ってるのに、こっち側もまた何も持てないで、やっぱり将来絶対ね、うん、もう友達に勝てるようにしたいなと思うけど。冬休みでも故郷に戻ることはできない。凛の一日からは遊びがすっぽりと抜けている。夕方になると凛は学生からボクサーに変わる。凛は最も軽いストロー級で日本では無敵。そこへ挑戦者としてルビリアルが現れた。試合を組めば儲かると読んだ興行師の作戦である。世界への第一関門、絶対に負けられない。同じ頃、1週間分の食料の買い出しにルビリアルは仲間と共に初めてのスーパーに出かける。入るなり物の多さに圧倒された。故郷のフィリピンでは見たこともない食料品の氾濫である。米はジムから支給されるが、おかずはバイトマネーから出し合って買わなければならない。やりくりは大変だが、国のことを考えれば夢のような食生活だ。いい試合をすればこのまま日本に残れるかもしれない。ルビリアルに欲が出てきた。リンとルビリアル、出稼ぎボクサーに対決の日が迫る。未熟な君は早すぎる。早もぎりんごはや。果熟なあなたは遅すぎる。パサパサりんごは嫌じゃ。未熟じゃない果熟じゃない。ミスター完熟りんごはいつも食べ頃。ヒロミ、そこの柔らかい方のティッシュ取って。あ、はい、カシミヤ。ねえ、そこの柔らかい方のティッシュちょうだい。はいはい、カシミヤ。何言ってる。ねえ、そこの柔らかい方のティッシュ取って。柔らかい方のティッシュです。スコッティのカシミヤ。柔らかい方のクレシアから。片足で測ったら体重半分ならないかしら。あ、ほんと 32.5 キロだ。早くて正確くもんの算数。二人合わせて何歳ですか？46歳。お母さんは？28です。じゃあ、たかしくんは？18歳。早くて正確くもんの算数。春の特別学習受付中。フィリピン人ボクサーたちは故郷から遠く離れた茨城県の日立ジムで新年を迎えた。ハッピーニューイヤーね、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。どうもありがとう。ハッピーニューイヤー。あなたたちは一生懸命トレーニングして、たくさんファイトをしてお金マネーを取ってね、ハッピーになるように。ハッピーバースデー。日立ジムのプロ選手は彼らフィリピン人だけである。この日はピートの24回目の誕生日でもあった。つかの間の休息、試合は目の前に迫っている。
フィリピン人ボクサーたちとはちょっと違う外国人ボクサーがいる。埼玉県浦和市、この家の主はリニー・マーチン、ガーナ人のボクサーだ。奥さんのナエさんは日本人、結婚して7年目で2人の息子がいる。彼は日本では最も重いミドル級の選手である。これランキン入った時、この人が生まれて始めたんですよ、ボクシング。でその時私お産だから実家に帰っていて、で毎日電話してる時にジムに今度通うことになったからって言われたから、私事務職の事務止められたんですか、やめてくれたんですか。泣いてはめいて吐いて、いろんなことをしてなんかいきなりドアで倒れたり。あでもダメでしたよ、言われてもやめなくないからほっといてんじゃないですか。毎朝の日課は長男の陽平くんを保育園に送ること。マーチにとっては楽しいひとときだ。マーチンの職場は東京板橋にある。仕事は印刷機械のメンテナンス。もちろん正社員で、そもそもマーチンは会の勉強のために来日、そのまま日本に定住し、昨年永住権を取得した。もう出稼ぎではない。マーチンはすっかり日本人になりきった。ボクシングをしていることは職場の仲間全員が知っていて、頼もしい応援団でもある。足の持ち方は今時の若者よりよっぽどうまい。納豆以外は何でも食べられる。ほぼマーチン今日とんかつじゃないでしょ。外国人ボクサーの妻、ここまで来るにはどんな日々があったのだろうか。お両親なんかどういうふうに。あ、母は倒れました。メリットも増えてきたんですよ、ここ最近では。私の取り巻く家族というか親戚がこういったのでドキュメンタリー撮っていただいた時に、はい、見てテレビに出るぐらいなら、そうそうそう、そういうのですごく、いやボクシングやってるから要するに言われたらうまく、そうそうそう、そうなんですよ。初めすごい嫌だったけど、はい、いいところもいっぱい。仕事が終わるとマーチンはジムに直行する。帰りにちょっと一杯の時間はない。ボクシングを始めたのは体力維持のため。面白くて続けているうちに気がついたらプロになった。台湾人ボクサーロッキー・リンとフィリピン人ボクサールビリアル・ジュニアとの外国人ボクサー対決の日がやってきた。ハングリーさでは共に負けない。来日第一戦、ルビリアルが緊張する。開始早々リンがルビリアルに襲いかかった。一方的なリンのペースだ。しかしルビリアルは倒れない。リンの猛攻にルビリアルは懸命に耐える。誰も予想していなかった驚くべきファイティングスピリットだ。レフリーがリングの死闘に終止符を打った。
リンの8回 TKO 勝ちで外国人ボクサー同士の対決は幕を閉じた。しかしドビリアルと佐藤会長は納得できない。まだやれるアピールしたが判定が覆るはずもない。報道陣でごった返す勝者の控え室だが、リンの表情は冴えない。再度世界を目指すには物足りない勝ち方。だからあそこで止められたんじゃかわいそうねえ。もう少しやらせて。だってもうやられっぱなしだったらいいけど、あれから攻撃する気もあんだもん。まだ攻撃する気がある。敗れたとはいえ驚異の頑張りを見せたルビリアルに佐藤会長はどこか満足げであった。どうも、練習だけ。どうもありがとう。どうも。このジムにも出稼ぎボクサーたちがいる。しかしフィリピン人ボクサーたちとは扱われ方がかなり違う。なぜなら彼らは2人とも世界チャンピオンだから。ユーリとナザロ、ロシア人コンビはこのジムから世界に羽ばたいた。外人の場合はですね、もうハングリー精神になれと言わなくても、その選手そのものがハングリーですからね。ハングリー精神はいらないわけ。日本は やはりその点ね、まあ少し豊かになってますから、ハングリー精神になりなさいと言わなくちゃいけませんね。その差があると思いますよ。戦いの合間のわずかな休息、故郷を思う出稼ぎボクサーたちは憂鬱になる。ルビリアル、はい、ルビリアル、はい、はい、頼む、うせつな、ダメージある、ダメージ大丈夫、あダメージ少し、あもういい、ああ、うん、パパ、うん、なあ、うん、あパパをスピードあったよ、スピードパンパン、ワン、ツー、スリーパンチは OK、 パンパンパン、フォーバイブパンチ、ファイブパンチ、ワンパンパン、 OK 言うね、パンパンパン、ファイブパンチ。会長にガッツを認められたルビリアルはしばらくジムに置いてもらえることになった。次の試合が決まるまでは日本人相手に臨時のトレーナーである。パラナリングユマーマンテ、まあお金持ちの気持ちになる。ファイトマネーは日本円で払われる。日本では1ヶ月分の生活費だが、フィリピンだと1年は暮らせる金額だ。はい、どうもありがとうございました。ルビリアルに続くフィリピン軍団第2の試作、マーロン・チニディラ。滞在はルビリアルよりも長い。いいところを見せないとお払い箱になってしまう。あー、ナイスパンチ、今の。ところが決まった対戦相手が悪い。インターハイのライトヘビー級チャンピオン、アマチュアでは17戦無敗。プロ転向の後も2連続 KO 勝ち。この19歳の若者は怖いもの知らずだ。本当のボクシングっていうのはまだ日本人は知らないと思うんで、自分を見てくれれば、あボクシングってこういうすごいスポーツだったんだっていうのが分かってもらえると思うんで、まあ、ボクシングの伝道師になりたいと思ってます。口だけはすでにチャンピオンの穂積直孝は
ミドル級で世界を目指す。いや、これは全然なんないですよ、こんなの見ても参考には特にこいつ。自分が這いつくばらしてあげますよ、マットに。輝きたいですよ。大変ですよ、だから。本当はもっと楽なことやればいいんですけどね。たまたまやるのがボクシングだったってだけですよ。これからはすぐ世界とかやりたい。俺が一番だってことを証明してやるぜ。怖いものは今のところジムの奥さんだけである。どこか遠くへ行きたい。君の笑顔をずっと守りたい。夢のような時が過ぎても。いっぱい走ろう。12マイルサニー誕生。Life Together 日産です。自然は健康です。喫水薬品は独自の新薬開発で人の健康のお役に立ちたいと思います。キッセイ薬品。この仕事を始めた頃、悲しいほど手が荒れちゃって辛かったんですよね。だから仕事場にはいつもアトリックス。手に潤いを与え、見えないベールを作ります。だからしっとりが長続き。優しい気持ちは綺麗な手から。手肌の味方アトリックス。 72.1 です。戦うフィリピン軍団第2戦のゴングが近づいているが、マーロンの表情は冴えない。ビッグマウスの小泉におじけついたか。小泉にとってはプロ3戦目。日本期待の大型フォークは絶好調。さすがに練習は真剣だ。試合が迫っているが緊張感は全くない。いやでも自分は伝説を作りますよ、間違いなく。もうできると思ってますからね、まあ 100%、うん、マーロンにも意地がある。試合のゴングが迫るにつれ弱気の虫も吹き飛んだ。気迫がこもってきた。出稼ぎボクサーと大型ホープの戦いを当事者のビッグマウスが予想する。肋骨が折れて、まあ顎の 2,3 箇所を骨折するのは覚悟してもらわないと。一体誰が俺に勝てるっつうんだ。1ラウンドノックアウト。対決の日が来た。大型ホープもさすがに緊張気味だ。倒すの、はい、倒すの、倒すの、はい、やらしい。どれでやだな、緊張してる姿が出るの。やって、ついに来た。口だけじゃないことを実証する時が来た。出稼ぎボクサーの意地の見せ所。
期待のホープ穂積直隆が登場です。非常に回転のいい感じ。予告の1ラウンド KO を目指し、穂積がマーロンに襲いかかる。左フック第1回右、やっぱ外れがありますね。しかし思い通りに行かないのが勝負の世界。予告の KO タイムはとっぴりすぎてしまった。ホズミ優勢だがマーロンも大健闘。あれよあれよという間に終了のゴングが鳴った。試合は判定にもつれ込みました。勝者ホズミ、ホズミがコールされました。ヨネクラジムの連続 KO を逃したホズミはまるで敗者のようだった。そうか、天狗になったのかな。やっぱまあいいや、勝てば明日があるだら。もう無罪なんで、悲しい後ろ姿振られてるような感じ。マーロン、もうちょっとだな。一方、マーロンの控え室は、してやったりの笑い声が絶えない。小住は、謙虚な19歳に戻っていた。前線とはいえ負けっぱなしではフィリピン軍団も立つ瀬がない。いよいよ真打ち登場だ。ワールド日立ジムの所属選手で佐藤会長の秘蔵っ子純ピート日立、次の試合に勝てば日本チャンピオンに限りなく近づく。そんなピートの心の支えは家族だ。ピートの故郷はフィリピンのケソンシティである。彼が暮らした町も貧しかった。住人の大半はその日暮らし。次の仕事にはいつつけるのか全くわからない。残してきた妻と3人の子供もピートからの仕送りだけが頼りである。Meron nga eh. Kung may pera lang kami, ayoko naman dapat siyang payagan nun eh. Kaso, wala nang ibang choice, yun na lang. それでも、ピートが戦うことで、家族の生活は昔よりずっと楽になった。この家も、ピートのファイトマネーで去年新築したものだ。今日のことを考えるとフィリピン人ボクサーにとって日立ジムの暮らしはまだ天国である。ピートのノックアウトシーンは会長の宝物だ。日本人が勝たなくちゃなんないことがもうみんな考えてることだからね、はい、それをフィリピンを勝たせるって言うんだからね、ほら。こう茨城だからね、高校生たちが入ってきて強くなってやったらもうみんな東京行ってね、東京に行きたいんですね、一回田舎の人。で、私もボクシング協会の仲間に入ってる一つの夢ですからね、10回戦の選手欲しいですよ。一緒から選手を呼んで、でまず2人の選手、ターンとピートおかげさんでこれ当たったっていうかね、手がせんボクサーをこうやって抱えちゃって抱えちゃったんだけども、うちの患者さんも呆れちゃってるしね。みんな一生懸命やってくれてると嫌じゃないのは、みんな頑張ってるし。バンタム級のリミット 53.5 日。ピートは試合までの3日間であと4キロ体重を落とさなければならない。試合の日が近づき、会長は仕事どころではない。はい、ここ2試合立て続けに日本人ボクサーをノックアウト。日本タイトルを狙えるところまで成長したピート。元ボクサーの会長は自分の果たせなかった夢をピートにかける。減量に苦しむピートは1日に卵1つで耐える。
そして仕上げの日が来た。53.2 です。気がかりだった計量はパスした。ヒートの対戦相手は当然日本人ボクサーである。計量が済めば体重の心配はいらない。ヒートは消化が早いうどんで腹ごしらえをする。での表情は意外にリラックスしている。勝てば日本チャンピオンへの挑戦権、負ければ一から出直しである。ヒートに敗北は許されない。予想外の展開だ。脳裏を故郷の妻が子供がよぎる。しかし力が出ない。負けてはならない試合に負けた。ネクストファイトジュニアフェザー。え、あなたフェザーだったらもう全然ダメよ。小さいでしょ。小さいでしょ。あなた小さい。うん、だもうなんとかね。ガッとしちゃったね。もう少し期待に来て答えてくれるのなかなかね。ダメね。勝者の周辺はいつも華やかです。ベニサビっていうホテル、ボサーズ。とてもアングリー。ベビーネクスパイ、ベビーパパ。Can give good fight. ヒートの敗因はウェイト減量の失敗であった。ピートのファイト見たでしょ、ユシ。見たでしょ。ボクサーじゃないよ。ボクサーは。コントロールできないと世界チャンピオンにならなきゃお金ならないよ、はい、誰が世界チャンピオンになれんのよ、無理だね。フィリピン人ボクサーに夢を託す会長の怒りは深夜まで続いた。ジム第2のエース順丹佐藤の試合が決まった。念願の日本タイトルマッチである。今度こそ日立ジムに熱気が戻る。フィリピン軍団は健在だ。というわけで、まあ、今日見た日立ジムは全員負けてしまいましたけどね。そうでしたね。大変ですよね。いやでも本当偉いですよ。もうなんて、まあ、命かけじゃないかもしれないけどね、本当になんかフィリピンで大変ですからね、ちょっとでもうまくいけたらね、もう自分の家族は何年間も救われるんですよね。でもね、もう明日のジョーの丹下ジムより貧しいジムでしたね。ねえ、でもあのおじさんは本当に偉いですよ、カレーの方は偉いです、フィリピンの人を呼んでさ、いろいろ扱いしてね、お金なんないんじゃないですか、彼が。いや、どこのジムだってね、ほとんどの日本でやってるほとんどのジムの経営者っていうのはね、好きでやってるんですよ、金儲けなんかなんないですよ。マニアみたいなもんですよ。マニア、もう世界チャンピオン生まないとね、
経営は成り立たないですよ。だからあの後援者、相撲でいう谷町がないとね、はあ、ボクシングジムっていうのは成り立たないんですよね。じゃあ周りにまたマニアの人はいないと、応援してやろうと、うん、はあ、ね、応援してあげようと。ところがやっぱりゴルフとかサッカーとか野球のように、うん、なんかメジャーでなんかあのスポーツはそういう谷町も多いですけども、うん、このボクシングいったらなんか野蛮だと思う方が多かったりしてね、なんかどうしてもあの支える人たちがいなかったりするんですよ。へえ、でもね、みんなそう、みんなボクシング見に行きましょう、面白いですよ、うん、面白いよ。僕タレントだから物見に行っても野球見に行っても静かに見るじゃないですか、後ろの方で、うんうん、ボクシングだけあかんのよ、見てるともう口が出そう、あっ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 、フジテレビの中継の時に、ね、あの解説中継してあるテーブルありますよ、あの上の上がってえらい怒られたことあるんですよ。私怒られますよ、興奮しましたね、うん、その上駆け上っていったことあるんですよ、怒られましたよね。だからあのみんなサッカーもいいです、うん、もう面白い、野球も面白い、うん、でもボクシング、ね、原点ですよ、うん、やっぱそんな面白い試合目の前でやってると、うん、面白いよ。でもなんか相なんか戦われたりとか痛くなったりの見ると自分がかわいそうとかな気持ちなんな。チームワークの試合スポーツっていうのはやっぱチームでしょ、うん、ボクシングってね何もないじゃないですか、例えば機械も使わへんから、うん、肉体と肉体でしょ、うん、そうですね、そこに勝った負けたがあるんですよ、うん、こんな迷惑なことはないじゃないですか、うん、見てて僕もボクサーになりたかったんですよ。で高校生の時ジム行ってボクシングしてたんですよ、全くあの根性がなかったね助かったんですけどね。でジムでねスパーリングしてね打たれるでしょ、はい、打たれてね、まず基本的な問題は、あのレーサーで言ったらアクセル全開で踏めないレーサーはレーサーになれないって、うん、ボクサーは殴れた瞬間にムカクソッと思えんやつはダメだって言われたんですけどね、うん、私ついに一回も思いませんでしたね。パン、怖怖ー、なんで見えんかったでーって。あー、僕はもうジム行った時怒られてばかりでしたもん、わざと倒れるなってね。あー休んじゃってそうなんだ。本当の話、本当よ、今作った話じゃないの。俺は俺見せておか、俺の得意のパンチ、高校時代の、はい、腰、いいいい、あ、どう、腰の抜けた右、シャドーボクシングで、シャドーボクシングで、腰の抜けた右フックの得意にしてて俺、はい、ワンツー打って相手来るやろ、はい、下がんねや、ロープの2段目折り寄しながら腰抜けた右フックそんなえ、でもベストパンチ、俺の腰の抜けた右フック結構決まってたんで、ね medyo nakawan lagi siya na maraga suko siya, pero hindi nga next fight pa pa eh, e-sport siya eh, ganun ang laban eh, dalawa yan eh, matalo manalo eh, maganda, maganda lang ito, maganda eh, lalo na日本チャンピオンへの挑戦権を目前に敗れたピートが帰国することになった。半年間のビザの期限が切れるからである。もう一度日本の土を踏みたい。今度こそチャンピオンになるために。貧しさから抜け出すために命がけでやってくる出稼ぎボクサーたち。経済大国日本への夢は途切れることがない。戦うことを忘れた多くの日本人に、彼らはもしかしたら熱くさまざまな夢を運んできてくれているのではないだろうか。「くれる」